はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。はい、はい、今回なんですけども、前環境でね、まあ暴れ回っていたわけじゃないんですけども、かなり安定感があったヴァンパイア、ミッドレンジヴァンパイア、背徳の教授キーカードほどじゃないんですけど、こいつのね、進化時能力も、よく使うデッキですね。機械カードが落ちたんで、機械カードを、まあ、全部落ちたわけじゃないけど、背徳の教授は自然カードです。入れて、帯同の魔人も入れて、で狙い屋さんは3枚積み。まあこれ全いっぱいねフォロワーを並べるロイヤルに対して結構上から取れるっていうよりは、全体除去ができるってことで強いんじゃないかなと。まあ弱体化するけどね。で、相変わらずのバーンカード、紅のワルツで進化権が回復できますね、物の確保で。と、鋭利な人先、自分に2ダメージ受けつつ相手のフォロワーもしくはリーダーに3ダメ、ユニオンバーストが発動すれば体力3回復しつつフォロワーとリーダーに、3ダメ与えられるイリアさん、あとは全体除去に役立つイオ、進化時能力ですね。で、新カード要素っていうのがこいつだけです。銀矢の狩人、いい声してるよね。ファンファーレで、自称して、ラストワードで自分のフォロワー1体をプラス11するっていうことで、まあ役に立つってわけじゃないんだろうけど、まあなんだろうな、1コストの動きとしてありかなと。ルシウスはやっぱり相手が盤面いっぱい並べてきた時にお得進化しつつ除去ってやりたかった感じですね。はい、このデッキでちょっと戦ってきた試合があるのでね、そちらを見ていきたいと思います。相変わらず7ターン目じゃないな、6ターン目にね、コウモリとかで体重置いた後、侵食プラスネレイヤでお得進化がすごい強いです。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。はい、それではリプレイですね、見ていきます。お相手さんはネメシスでした。どうせアグロかメーフってことで、多分今の環境ロイヤルが連携ロイヤルって、まあアグロ寄りに動けるんで、それと、ネクロがねちょっと暴れてるからね、早々ネクロっていうのかな。ここ、ルシウスだけ確か返しました。ネレイヤさんは先行引いてるってこともあってキープでいいかなと。先行引いております。再戦よろしくお願いします。1ターン目、執念が怪物を打つ、なんかイントネーションというかアクセントがおかしかったが、ここは、もちろんコウモリですね。これでナテラの退治を持ってこれたので、あとはこいつが関係するカードですね。おやつさん、バーテックスコロニーが出てきたってことは、はい、防御型攻撃型このゴーレム2匹はアーチファクトです。はい、F ネメシスですね。今は操り人形チラッと見るけど、どうなんですかね。ここユリウスが引けたのでユリウス置いておきます。活動の態度止まりはしない。アーチファクトの同調、何を出してくるか。攻撃型ゴーレム、計算通りだ。はい、ここは帯同の魔人が来ましたね。4コストで綺麗に動けないので、イオとナテラの体重です。イオは1枚キープでここ当たります。でバーフットからのナテラを置いてイオをポン動き、2点相手の顔へ。アグロに動くつもりはなかったけど、アグロに動けてるって感じかな。アイアンスティンガー強いね。4コス43、ファンファーレでパラダイムシフトを加えつつ、進化時アナライズかエンセント、どちらかを出す。上から取りつつ相打ち。はい、ここでいいカードが引けなかった。ただ背徳の教授は引けたってことで、背徳の教授進化で進化時能力をリーダーにバフしていきます。自分が手札にカードを加えるたび、相手のフォロワーもしくはランダムな、相手のフォロワーもしくはリーダーに1点ダメージ。相打ちですね。盤面的にはめちゃくちゃ弱い。相手の方がちょっと盤面整えられるんですけど、ワイズさんエンハンスで防御型ゴーレム4号、まあ強いね。そしてアーチファクトの同調、ここ進化を消してこなかったのはまあ幸いですかね。ネレイヤさん、ここね、ベストな動きってわけじゃないけど、ネレイヤさんお得進化できたら強かったね。傷ついたらダメよ。さあ、ワイツさんの 6PP アブソリュートモデスト、まあアーチファクトネメシスのキーカードの一つでしょう。この進化時能力が強い。
で、アナライズアーティファクト、アーティファクトの同調当たってランダムはそっちに行く。ホワイトさん的にはまあネレイヤーに行ってほしかっただろうね。はい、ここはあの帯同の魔人でお得進化します。この帯同の魔人の進化時能力を、リーダーに付与することにより、はい、背徳の教授の進化時、このバトル中自分のリーダーは自分のターン終了時、手札が8枚以上なら7枚になるまでランダムに捨て、相手のリーダーに捨てたカードの枚数かける2倍のダメージ。まあ3枚捨ててたら6点飛ぶのかな一瞬時が止まりました。で、自分のターン開始カード1枚を引くってことで、はい、次からネレヤさんが勝手に発動してくれます。 7PP 運命の輪スロース、共鳴状態なのでこっちにアミュレットが何か出てくる。そして運命の反逆、諦めはしないさ。おやつさん、ここで守護を張ったのもいいんですけど、残念ながら、はい、こっちはネレイヤがお得進化できますということで、今回あの盤面の取り合いで勝って、あの試合にも勝てましたけど、このデッキはあのイリアとかイオとかのバーンカードが多いんで、バーンバンパイアとも呼ばれますね。あの多分ね、他のデッキに対しても余裕で戦えると思います。あ、ネクラはどうだろう。はい、ということで、リプレイ見てったんですけども、ネレイヤさんの全体除去、まあ、あの弱体がロイヤルの連携ロイヤルの弱体化が来るまでは、あの最速6ターン目にはね、あの風神さん、風神さんが出てくるんで、ちょっと名前で忘れましたけど、だからネレイヤさんはお得進化できるようにナテラの体重とナテラの大事を盤面に出しつつ侵食は欲しい。あ、ただあれですね、ナテラの体重を手札に加えるのがコウモリしかいないんで、ちょっとそこは考えどころかもしれないかな。7ターン以降にネレイヤ使っても微妙なんでね。あとは、可能であればユリウスを進化して相手の顔面に5点飛ばしたいですね。はい、で、あとそうですな、8ターン目までに相手の体力を12点いや8点でも削ってれば、ワルツもしくは一先を4枚使った感じです。だから結構アグロに攻めれるミッドレンジバーンバンパイアというか一体ミッドレンジなのかアグロなのかバーンバンパイアなのかどれか分からんけど、結構勝てるデッキです。あの耐久力も帯同の魔人であったりイリアで回復できたりするので、使ってみてはいかがでしょうか。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。で、ここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。